前回は天下統一を目指した織田信長の軌跡について見ていきました。今回は信長の後を継ぎ天下統一を果たした豊臣秀吉の軌跡とその政策、そして国外進出を目指した朝鮮出兵についてお話ししていきます。1582年の本能寺の変により織田信長が死亡したことを聞いた羽柴秀吉は、中国地方制圧のために戦っていた毛利氏と停戦し、京都大阪に向かい明智光秀を倒し信長の仇を討ちました。その後信長の家来であった柴田勝家を倒し、秀吉が信長の後継者として領地を受け継いでいきます。天下統一の拠点として大阪城を築き支配を広げていきます。1585年に秀吉は朝廷から関白の称号をもらい、翌年の1586年には朝廷から大乗大臣の地位と豊臣の姓をもらい豊臣秀吉と名乗るようになりました。秀吉は各地の大名同士の領土争いを禁じる命令を出し、これに従わなかった九州の島津氏は征伐され降伏しました。1590年には秀吉に従わなかった関東の小田原の北条氏を滅ぼし、同じく秀吉に従わなかった東北の奥羽の伊達氏らを屈服させ、東北から九州に至るまでの地域を支配し、豊臣秀吉の天下統一が果たされました。秀吉は堺や博多長崎などの貿易都市や佐渡金山岩見銀山などの重要地を直接支配し莫大な利益を得ていました。こうして天下統一を果たした秀吉はどのような政策をもって人々を支配していたのでしょうか。まずは税である年貢の徴収体制を整理するために土地の調査を行う検地が実施されました。従来の検地では田畑の面積や土地の良し悪しを調べるために物差しやマスが使用されていましたが、これらは地域によってその長さや容積が異なるため正確性に欠けていました。そこで秀吉は物差しの長さやマスの容積を統一させて、より正確な検地を可能としました。検地で調べた田畑の面積や米の収穫高である穀高を、その田畑を耕す農民の名前とともに検地帳で記録し管理しました。このような秀吉が言った検地改革を対抗検地と言います。農民は検地帳に名前が記録されたため、その田畑を持ち耕す権利を保障された代わりに勝手に土地を離れることができなくなりました。またかつての荘園のような土地の権利の所有者がはっきりしない土地もなくなり、土地の苦心などで力を蓄えていた公家や寺院の勢力は衰えていきました。年貢の徴収システムを構築した秀吉は、次にそれを滞らせる可能性がある一揆の防止を行いました。その防止方法はシンプルで、農民から刀や槍、鉄砲などの武器を没収するという刀狩り令を出しました。さらに農民などの百姓が商人や職人などの町人になることや、武士が町人になることを禁じ、身分の変更ができなくなりました。その結果、農民と武士をはっきり特別する兵農分離が進みました。また天下統一の折に、貿易港のある長崎がイエズス会に寄進されていたことを知った秀吉は、キリスト教が天下統一の邪魔になると考え、宣教師の国外追放を命じました。これをバテレン追放令と言いますが、南蛮貿易などの貿易は引き続き行われたため効果はいまいちでした。紆余曲折ありながらも国内の統一を果たした秀吉は、国外への進出を図ります。当面の目標を民の征服として、まずはその足がかりとなる朝鮮に服従と協力を求めました。朝鮮がこれを拒否したことで日本対朝鮮の戦争が始まりました。この戦争は2回にわたって行われた戦争で、1度目は1592年にあり、これを文禄の役と言い、2度目は1597年にあり、これを慶長の役と言います。文禄の役では日本から約15万人の兵が朝鮮に出兵しました。加藤清正や小西行長らが率いる日本軍は、朝鮮の首都である漢城を一時占領しましたが、朝鮮の李俊臣が率いる亀甲船をはじめとした水軍や、明の援軍に反撃され戦線は停滞。一度休戦し講和交渉に臨むも失敗し、二度目の戦争慶長の役が起きます。この戦いに日本軍は苦戦し、1598年に秀吉が日本国内で病死したことをきっかけに日本軍は撤退しました。朝鮮出兵の結果、日本では豊臣氏の権威が大きく下がり、その後の豊臣氏没落のきっかけとなり、朝鮮では土地が大きく荒れ、軍人も民間人もたくさん亡くなり、民も消耗が激しく力が弱まりました。また捕虜として日本に連れてこられた朝鮮の人の中に刀工や学者がいたことや、朝鮮から持ち去った物品などから磁器や印刷の技術が伝わり、有田焼や萩焼などはこの時代に作られました。今回の内容はここまでです。最後にまとめをして終了します。本能寺の変で亡くなった織田信長の後を継いだ羽柴秀吉が、天下統一に向けて歩みを進めました。
宿敵の明智光秀やライバルの柴田勝家らを倒し支配を広げていきました。やがて秀吉は関白の称号太政大臣の地豊臣姓をもらい天下統一は目前となりました。キリスト教勢力や各地の反抗勢力を抑え1590年に天下統一を果たしました。全国の支配を固めるために太閤検地や刀狩令などを出し、農民と武士を区別した兵農分離体制が完成しました。国内統一を果たした秀吉は国外への進出を図り、朝鮮に服従と協力を求めるも拒まれ戦争に発展しました。これを朝鮮出兵と言い、1592年の文禄の役と1597年の慶長の役の2度にわたって大規模な出兵が行われました。1598年の秀吉の病死によって日本軍は撤退しましたが、どちらの戦いでも日本は敗北したため、豊臣氏の権威は下がり没落のきっかけとなりました。